これでは6と14と15、この3つで、最大公約数、まあこれ全部で割れる数ないから、この時点で最大公約数1しかないよね。だけど最小公倍数で分母揃えるのは全部かけちゃうとでっかくなりすぎちゃうんで、ここでなんかないかなっていうふうに考えて、たったかたかたったー。はい。2個でもとは、6と4だけだったら2で割れるんじゃない？これはここだけをまとめて、これが3になって、これが2になるね。そして割れなかったやつは下に下ろしちゃう。そのまんま。じゃあ今度はこれとこれで、ワン、ツー、タッタカタカタッター。今度こっち2個でもドアというわけで、今度はこれを2つ1組で割ってみると。ね。そうすると今度は3と15だから、今度は3で割れるから、こっちが31が3。はい。そのまま下ろす。あ、今度は2が下りるね。2が下りちゃう。それで、これが350で5になるから、これで、ワン、ツー。はい、できた。大山信代さんバージョン。はい。これで、6×10 で60が出ましたよ。